どうもこんにちは、トイック講師の石崎です。今日はトイック800までなら発音はいらないよってお話をさせていただきます。トイック800点っていう目標に焦点を当てる場合は、僕は発音はいらないと思うんですね。ただ、話が変わってくるのは、トイック900点を目指す場合ですよね。で、トイック900点を目指す場合は、発音が必要なんですよ。僕自身の経験を語ると、自分がトイック840点取った時に、まあ、840点まではすぐ行ったんだけども、3ヶ月ぐらいで行ったんですよね。トイック400からスタートして。で、3ヶ月ぐらいトイック840行ったんですけども、このまま続けたら絶対に900は超えられないなって、僕はスタートからトイック900目指してたんで、このまま行ったら、今のリスニングレベルじゃ、どれだけ聞いてもリスニングは上がらないだろうし、そしてトイック900は超えられないだろうって、うすうすね、こう、頭打ちが来るだろうなってことを感じていたんですよ。だから、まあ、それの打開策として何かないかなって、トイック800超えた後に探し出したんですよね。で、そこで出会ったのは発音なんですよ。まあ、いろんな有名な方々が発音いいよと、特に上級者、リスニングで頭打ちが来た人は、発音によって超えられるっていう人はかなりいたので、で、まあ、僕の経験が最大の、一番信頼のあるソースになると思うんですけども、実際にその発音は上級者にとっていい訓練だよっていう、まあ、ソースに信頼が置けたので実際に発音をやりました。で、まあ、本当に発音をやるとリスニングの聞こえ方がダントツに違ってくるんですよね。じゃあ初めからトイック900目指す人は、最初に発音をやればいいんじゃないかって思うんだけども、僕は少し疑問なんですよ。もちろん自分のやり方を擁護してるっていう意見もおありでしょうが、僕は本当に自分のやり方が一番良かったのかなと。僕のやり方がね、どういうことかっていうと、まず最初にこれスタート地点出します。これスタート時点だとすると、まずはトイック800まで突っ走りますね。トイック800。で、トイック800超えてから発音トレーニングを始めるんですよ。発音訓練。で、実際、この間はほぼトイックをやりません。まあ、多読をやるんですけどね。リーディングパートのパート7。パート7の多読をやるんですよ。ただし、これまでこの期間にやってきたパート3、4の集中的な先読みの訓練であったり、あるいは進行式問題集を2時間ワンセットで解くっていう訓練は、この期間だけはやらないんですよ。どのくらいですかって言われて、だいたい1ヶ月くらい取るといいかもしれませんね。それで発音訓練がある程度終わると、その次はもう一回、こことほぼ同じようなことをやりますね。そうすると、ここの時のリスニングの聞こえ方がダントツに違ってくるんですよね。で、これ見えてないですね。で、ここで、まあ、トイック900を目指すのが僕が思う最速最短でいくトイック900の道のりだと思うんですよ。もちろん最初からね、トイック800で OK だよって、この時点で OK だよっていう人は発音なんか気にしなくて結構です。ただ、トイック900を目指したい人は、最初の発音をここに持ってきたらいいんじゃないのって言うんだけども、なんで僕がこれをお勧めするか、なんでこのパターンをお勧めするかっていうと、自分がトイック受験生であるにもかかわらず、いつまでもね、最初の1ヶ月間で発音訓練を果たしてできるのかなと。トイックの受験生であるっていう意識があると。で、成果のファーストプライオリティは、成果は常にこう、スコアアップだと。なのに発音訓練やってるだけじゃ、スコアは一点も伸びないんですよね。本当に一点も伸びないんですよ。だから最初の1ヶ月間、特にその初動の段階って何でも大事じゃないですか。そこで発音を持ってくるっていうのはモチベーション的にどうなのかなと僕は思うんですよね。だから、まずは800点簡単に取れるんで。だいたい期間は3ヶ月ぐらいですね。3ヶ月間、あるいはまあ4ヶ月間ぐらい。で、トイック800は取れるので、スタートの地点がね、どこであろうと、今の点数が何点であろうと、必ず取れるので、まず取って、トイック800取ると、一応安心するんですよね。あ、なんだ、こんな簡単に取れるんだって。ただ、800と900は、少し、壁があるってこともないけども、まあ、発音やればすぐ超えられるんですけども、まあ、ちょっとね、多少の厄介なことがあるので、まずは、800まで行ってしまって自信をつけて、あ、なんでトイックってこんなもんなんだっていうマインドセットを頭にすり込ました上で発音する方が、まあ僕は、メンタル的にもいいのかなとは
思います。ってことで発音訓練は TOEIC 800までならいらないと。で、実際的にこの発音訓練で何をやればいいのかっていうのは、まあ、上級講座でやるのか、あるいはまあこの動画の中で話したのかわかんないけど、まあこの動画では、とにかく TOEIC 800まで、で、まあ一応おしまいなんでね。それ以上の話はまた、別のおまけ動画でやるのかわかんないけども、まあ補足させていただきたいと思います。以上です。